まあ一旦拠点のね、骨格的なところは作ってみたんですけど、コンセプトとしてはこれまでの拠点にはない日当たりの良さですよね力作ではあったけど、これまで基本的にね、とにかく日当たりが悪いことでおなじみだったので、ちょっと今回はちゃんと日が当たる感じで拠点作ろうかなって思ってたんですがちょっと無理かもしれんな。またあれなんですよね、この地上界はね、こういう森林公園チックな感じにとどめて、本体はもう地下にね全部持ってこうかなって思ってたんだけどこれなんすよね。だから地下になんか都市を築こうとしたらチャンスがあったのは一章だけなんだよね。なんか来ちゃった。もうね、最初から自然に湧く敵の中にこいつがいんのよ。すげえ嫌な予感するでしょあ、だからこれまで以上にやっぱ地上階層に意味のある建物は置かない方がいいと思うんだよね。で、外壁はこの鋼の扉を並べるっていう手法を取ってます。今回城の壁も作れんだけど、あんま耐久高いブロック素材じゃないから、鋼の大扉の方が強いんじゃないかなと思ってね、あえてこれで固めましたけど。でさらに内側にね、こう木を並べてるんですね。木もなんか敵に壊されてるところを見たことない気がして、これまでね、この木の防御力、防御素材としての木に俺は可能性をね結構感じててとりあえず並べてみましたけどね。でどうかなという感じで、今ミッションが3つ同時並行で灯ってて、玉座の間と占いの間、あと宝物庫だっけ、3つ作れって言われてるんですけど、その辺は若干上上に行かざるを得ないかなっていう感じ。まあ一旦ねこのような形でまとめておりますが、まだ扉とかね、セットしてないし、あとちょっと足りない素材もあるんで、部屋として完成はしてないんですけど、まあパパッと作っていく。占いの部屋はね、もう作れるんで、扉をセットすれば、指定は、木の扉なのかな？うん。松枝の設計図完成。占いの間初めて作りました。うん。おお神よ、古き言い伝えのビルダーに光あれ。住人が聖なる道具を作ってくれんのか。聖なる道具を収納箱に入れてくれるらしい。聖なる道具、うん、みんな集まってきたね。無理ではないか。狭いねここはちょっと広げてあげるつもりですけどね。作りましたよ。おお、素晴らしいぞ。わしの占いの間を作ってくれたのじゃな。これでビルダーのそなたが進むべき道を正しく示していくことができようぞ。ビルダーの重要な責務の一つは、竜王を倒す準備を進めることにある。実は稲葉は、竜王を倒すために竜王の住む魔の島へ行くには、世界地図でいう真ん中の島だよね。あー出た、虹の雫。虹の雫という特別な道具を作り出さねばならぬ。虹の橋を架けて渡るんだよね。しかしその原料はこのラタトームの最も深い闇の中。はあ、そこはどのようなところか、そこで何が待っておるのか、今は分からぬ。なんだろうね、旅の扉で行くところなのかな。わしはこの占いの間でなんとかその場所を探し出し、いつかその他に伝えよう。そしてその闇の扉を開ける最後の鍵の製法も調べてみるつもり。はあ、鍵が必要なんだね。でも大地の精霊ルビスと偉大なる預言者であるわしがついておる限り、安心して次なる導きを待つがよい。うん、頼りにしてますよ。なんせこの環境で生き延びた男だからな長年生き延びてきた人ですからね、松枝さんね。この子作ってる。いやー、ギチギチだな。で姫と
ラスタンさんからこの角いいっしょ。この角でね、本来は全部囲みたかったんだけど、ちょっとね、足りねえんだわ取り尽くしたんだわ、角。この島にある角は全部取ったしで、青の扉で戻ってそこにある角も全部持ってきたんだけど、ちょっと全部囲むには足りないなちょっと俺がね、清水で戻しちゃった分もあるんでね、まあ手に入り次第せっかくだから全部ぐるって囲みたいなと思ってるんですけどね。で、残り2部屋はですね、もう作るのにね、タペストリーが必要なんだけど、金が必要なんだよね。金はね、まだ見つけてないんだよな。で、なんとなくここかなっていうホラー穴は見つけたんで、まだ中入ってないんですけど、そこに行ってみるところから始めようかな。なかなか小綺麗にはなったしでもな、やっぱ階層上にするとね、下のこの辺でさ、イベントやんじゃん、うちら竜王軍バトルとかも終わったあとみんなここに集合するからさ、ここはちょっとね、あんまり上に何もない感じで行きたいなって思ったんだけどね。まあ、ちょっとホラーなんとこ行ってみますね。敵の城っぽいな敵の城、魔城感あるな。まあ拠点の近くではあるんですけど、ここにね、一個ホラー穴があるんで、こう入ってみましょう。また、お、やっぱりね、普通にあったすぐすんなり見つけちゃったな。これは、これは銀、あ、銀もあったよ、やった。なるほどね、金は割と普通に手に入りそう。あ、でもこれだけか。あー、そんなに、おーおーおー、そんなに数取れないかもしれない。貴重品だね。まあ33個あればいいけど、銀の方が少ないね。もう一つホラー穴あったんで、そこもあんじゃない、金と銀。お、はあ、金あるし、これは命の木の実かな。あ、キノコだ。あー、食い物、食い物なんですけど、ムツエタさんがさ、回復してくれなくなったんで、あ、10本はいいね。焼きキノコキノコがあるんですけど、キノコもさ、マップに置いてあるやつが上限じゃない。一応有限の食料になるんで、どうしたものかなと思ってたんですけど、釣り竿ね、釣り竿があるんで、メダカ、なんかまたイカとか無限に取れる食材がないかなと思って釣りに興じていたらですね、姫ちょっとやめてください、くそ分かんなかったよ姫で。このねカエルという謎の生き物が釣れてで、これね、あれなんすわ、食えるんすわこれね、焼きガエル。まあ回復量はそんなでもないけどね、1マス回復だから 20% ですか。まあでもキノコと同じなんで、これこれかとこの章はこれかということで、結構捕まえた。74匹今俺は抱えてるんで、ちょっと焼いとく。焼きガエルにするか、この薬膳鍋というので、黒ヤモリ肉がね、多分これから手に入るんでしょうけど、あれば、これもうマックスになるやつですよね。お腹いっぱいになって一定時間守備力が上がる。これをね、たくさん持てたらいいですけど。まあ一旦焼きガエルですね。カエルを食いながら。でも、ムツエタさんがカスミを食わせてくれればそれで済むんだけどな。もうやってくれないっしょ。あ、やってくれんのかな？ミッションクリアしたから、その後話しかけてないね。
どう？うむ、稲葉坊よ、ここに来てからどうも体の調子が悪い。そうなん？以前は宙に浮く霞、ああ、言及している。宙に浮く霞を腹に取り込み熟成させて唇から放出そういう感じだったん？詳細な描写いらんなしてほしくなかったな。この旗の下に来てからというもの、霞を体内に取り込めなくなってしまった。はあ、なんだろう、なんか正常な人間に戻ったってことなんですかね。違う種族ですもんね霞を取り込んで唇から放出するのね。そうか、稲葉部、もうその後に熟成した霞を与えること、熟成してたんだな。さぞかし残念ではあろうがこのセリフ面白いな。これから自分で食料を手に入れてくれ。そういうことでしたか。ちなみになんか作って入れてくれてんのかな。ああ、清水な、清水はまあいくらでも作れるからな。組めば作れますからね。そうか、まあ基本カエル食いながらねやっていけばいいかなと思ってますけど。明かりが必要か。宝物庫初めて作りました。うん、綺麗に飾られたラダトーム式の宝物庫。あー、道具を収納箱に入れてくれんだ。ただね、なんかみんな働かないのよね。ラスタンさんはさ、傭兵キャラじゃない？ラスタンさんだけ来てくれるパターン。まあ、諏訪伝説の大工、この人が働かないのはまあいいんですけど、あのムスエタさんと姫は特に、あのムスエタさんは占い部屋にはいたな。姫がね、働かないのよね、多分ね。あの台所は作ってたんだけど、食料全然作ってくれないんで、だから新たな労働力の確保が必要ですよね、早急にね。おお、頼んでいた倉庫が完成したんだな。さすが伝説の名大工だ。タペストリーね、作れるようになりましたからね。ちょっと目立たないところに置いたけど。何、大工じゃない、ビルダーだと。おお、そうだったそうだった、伝説の大工ビルダーだったな。はっはっはっは。人の職業の呼び方は結構気にした方がいいですよ。それにしても我ら人間は一体いつまで竜王と戦わねばならんのだ。私が知る限りでも何度となく伝説の勇者の血を引く者が竜王に戦いを挑み、いたんだ今までも、その度に敗れていった。何者だそいつら。偽勇者か。そしてついにはそのうちの一人が竜王の誘いに、あ、はい偽勇者だね世界はこのような闇の中に。なるほどなるほど。ワン、ワンの話、ワンっていうか剣心の話ね。まあいずれにしてもだ、竜を倒す力を持つ伝説の勇者の血を引く若者が一刻も早く現れてくれることを願うばかりだな。まあ血はあんまり関係ないかなって思いますけどね、能力があればね。どうした稲葉ば、お前たちそう思うだろう。どういう風に進むんだろうね。石材10、これでラスタンさんミッションはクリアと。いくら城の跡地とはいえ、石化が溶けてここに帰ってこられたのは嬉しいことだ。ラスタンさんはどこで石化していたんですか。てか他にもいないのかね、石化してた人はね。このラダトームの地は竜王が住む魔の島にほど近い場所。我々が石になっている間によほど激しい戦いがあったのだろうな。うむ、そのような戦いの中、石化していて良かったような悪かったような。まあ、こう、今戻れてるわけですからね。良かったんじゃない？あと、玉座の間も、もう作っちゃう。扉をね、置けば。これ、設計図系の部屋って大体偶数マスなんで、ここはできればね、奇数マスにしたいんですけど。後で手直しする、ここはね。うん。玉座の間を初めて作りました。いいんじゃない。床がちょっとなんかあれだね、赤い絨毯、おお振り回しているね。これで拠点レベル2か。まだ2ですか。まあ部屋全然作ってないもんな。来てるねちょっと来れるようにはなってるからな。でもやっぱあれだね、下は絨毯っぽい感じにしたいな。この部屋は作りましたよ。まあ稲葉様、玉座の間が再建できたのですね。あなたのおっしゃる通り、これがあればラダトーム再建のシンボルになりそう。
なるかな。宮川さん、この世界はかつて竜王に戦いを挑んだ戦士が、いいやつだった。竜王の味方になれば世界の半分を与えるという誘いに乗ったことで生まれた世界とされています。私はそのことに絶望しちゃったかまあそうですよね、そのことに絶望し自分自身を石に変え眠りについていました。しゃあない、切り替えてこう。あなたという希望が現れた今、世界に光を取り戻すことも夢ではないのかもしれません。頑張ります。と申しますのも、稲葉様、実はこの地に来る前ルビスからお告げがあり、竜王を倒す鍵となる特別な道具を持つ3人の賢者がここに向かっている。そうなの、向かってきてんの、会いに行かなくていいんか。なんかね、祠とかに入ってそうですけどね、そういう賢者は。全てはルビスのお導きであり、稲葉様がこの地にいらっしゃるからこそ、待ってりゃ来るかな。私も稲葉様のお役に立つべく三賢者の行方を探してみることにします。三賢者の居場所が分かるまで少しの間待っていてください。なるほど、おー、命の木の実、嬉しいね。で、ムツヘタさんでか、なるほどね。ちょっとここの部屋の手直ししたいけどな。あ、そっちだ。お、あここ着替えるやつなんだ。めっちゃ綺麗になった。あー、あら、あ、ここの効果見てなかった、ごめんね。ちゃんと効果見ないで送っちゃった。あー、12の武器強くなるし、時間ごとの HP 回復量が1上がるんだ。いいね、いいね。なるほど。まあみんなどういう感じに、あー、ラスタンさんもね、綺麗な服になりましたね。姫も綺麗だな。お、待って待って待って知らない人いる。おー、キリッとした顔、また傭兵キャラか。こんにちは、ようこそ我が拠点、歓迎しますよ。おー、あなたがイノババ殿ですか。いや、ようやく会えましたね。僕はオーレン。オーレンさん？ラスタンさんと組んで、ああ。で、懐かしの盾ごとも作ったんだよね。ちょっとかけてみます。なるほど、ラスタンの言う通り、あなたはとても面白いお顔立ちですね。ラスタンさんとは窮地の中なの？物を作るのはすごく得意そうで、いろいろなものをどんどんひらめきそうですが。よくわかるな。ご推察通り。魔物を倒したりまして竜王を倒すなど、夢のまた夢といったお顔立ち。ここまで言われるとなんか俺が倒すのかなっていう感じになってくるな。顔で決めんなや。え、今まで強大な魔物をたくさん倒してきたですって。まあね、はっはっは、ご冗談でしょ。さすがビルダー、冗談を作るのもお上手だ。ガツくなこいつ。実は僕はしばらく前に石化が溶け、あなたの留守中にラダトームに入っていた。あー、あなたの留守中？あ、もうここにいたってこと？姫様からのご命令でとある調査のために外に出かけていたんだ。そうなんだ。割と俺の留守あったからね。時間はかかってしまいましたが、いいご報告ができそうですよ。もう一人仲間来てたんだよって誰も一切教えてくれなかった。すぐにご報告したいところですが、歩き疲れて今にもそっと押しそう。申し訳ありませんが、少しだけ休ませて。はぁ。なるほどね。そういう感じか。ちょっとこれを。あー、あ、いいね。なんだかんだな。世代ではないけどな。落ち着くよな。なかなか。で、まあ、オーレンさんは着替えるんでしょうけど、ミッションも聞いとく？どうすればいいの？これから。どうじゃ、稲葉は改めて頼むことでもないかもしれんが。この辺りで街を、ああ、それか。それはもう、できてるな。レベル2でしょ。街を発展させ、ビルダーとしても一つ成長しておいてくれ。ラダトームの再建はお仕事。もうすでに達成しておるかもしれぬが、さっきしましたね。これも一つの区切りというものじゃ。うん。うむうむ、わしの予言通りじゃ。早々にビルダーとして成長できたようじゃの。しかし、ルビスの使者であるそなたは実に面白い存在じゃ。魔物といくら戦っても、戦士としての体力も力も、ああ、上がることはないんだよね。お、
よく知ってますね。ピリンという少女に出会うまで、時の流れも空腹さえも感じなかったんだろう。さらにそなたは我々には見えぬ、死者の姿が見えるというではないか。ちょっと違うよね、普通の人とね。周りとは明らかに異質な存在。あなたもだけどな。霞の下りを考えるとな。なんともはやそなたは不思議じゃ。不思議仲間、不思議遊戯ですね、我々。ん？そなた、ひょっとして自分が人と違うことを意識してこなかったのか。まあ、変わり者の仲間が多かったからな。うん、それはなんとも鈍感というか鈍いっていうか間抜けというか。まあ、そなたが気にせんのならそれで良いがな。あ！はぁー、リオ軍バトルですか。リオ軍バトルでどういう感じで来るか分かってないから、あんまね、防御度高、使ってるなぁ、っていうか。防御度高めてないんですよね。ここはまあ入れないような形にしてるんですけど、割と開いてるからね。オーレンさんが着替えた音がしましたね。こっち側から来るかな。このラダトームに移ってからの竜王軍バトル初めてですもんね。まあちょっと一回様子見で戦ってみるか。おお、かっこいいね。まあ元の曲がやっぱね、いいですからね。そりゃどんなアレンジしてもかっこよくなるよな。ちょっとこのパートでは若干尺が余ってると思うので、竜王軍バトルは次に回しますけど、この島でね、あ、ここなんかありそうだなっていうポイントをいくつか発見してたんで、そこを潰しちゃおっかな。島のね、本当に端っこのところなんですけど、ここにね、なんかあんのよ。入れる感じになってる。ホラー穴かな？ホラー穴ですね。ここもあれかな？金の採掘ポイントかな？ほー。この感じはあれじゃない？いい宝じゃない？アクセサリーとか入っててもおかしい。え？やばい。消しちゃった。ああ、そういうこと？逃げると消えちゃうのか。こいつ倒すとくれる？ああ、そういう感じか。なるほどね。命の剣より、まあいいな。これだけか。思った以上に浅かったっすね。なるほど。この、血色眼だ。これ、いいっすよね。でも3章で出てきたさ、ブルーブロックとかも使いたいんだよね。この辺が使えればなんか、赤の塔、青の塔、白の塔とかね。色を分けて拠点作ってもいいかなと思ったんだけど。あの辺のブロック素材は出てこないかな、この章では。どうすかね。ん？あああれは気づかなかったな。反対方向に来ているんですけど、あ、ちょっとだけ角があるな。何個か取れる角があるな、まだ。キャンプポイントがね、至るところにあるんだよ。あー。これ倒せば宝もらえるっしょ。わー。これなんだい。ああ、命の木の実か。結構体力が強化できますね。そこのホラー穴はどうだ？ホラー穴の中は、特にめぼしいものはなかったんだけど、ここね、来てみましたけど、またいるんだわ。君は？プルプル、じいちゃんが教えてくれたんだ。スライムベースのじいちゃん。昔世界は眩しいくらい鮮やかだったんだって。またお花をプレゼントするんですかね。でも鮮やかって一体何だろう。あー、黄色い花はまだゲットできてないな。見た覚えがないわ。手に入れられるようになったら来てみましょう。あとキャンプポイントがね、あと一つは確実になったと思うんだよな。
ここは？あー、金か。まあ、鉱石は嬉しいですよね。角めっちゃあんじゃん。角はいいぞ。なんか高いやつね。ここにもあるよ、角。角の他に宝箱も見えてました。これはいいやつじゃないの？あげまーす。食い物か。食い物まあ、ありがたいんですけどね。まあ、こんな感じかな。だいたい、目についたのはね。だから、島も、ほとんど行けるところは、行ったかなっていう感じするんで、次の竜王軍バトルでも、新しい旅の扉来るんじゃないかな。赤の扉？順番通りだったら。そんな感じしますね。うん。とりあえずこのパートはここまでにします。次回竜王軍バトルやってね。新しいマップに進めるようになったら、そこの攻略って感じになるかな。うん。じゃあお疲れ様でした。また次のパートでお会いしましょう。さようなら。